が持つ残されたもう一つの手を今こそ我らが手に。まだ寝ぼけているのか。There's two things I hate in this world, it's cockroaches and crying babies. わかりました、行きますって言って。はい、大丈夫です。じゃあ、お願いします。もう踊り出したらもうすごくて。抜群なんですよ。こいつはすげえと。もうそれまでの人が全員もう飛んじゃったっていうか。もう一発でもうみんなその子って言って、もうベヨネット見てるよでしたね。これですかこれですか多分他の仕事やって急いで駆けつけた状態でドア開けたらちょっと怖そうな方たちがこうやっていたのは覚えてて、あ、ちょっとまずいなっていう雰囲気がありつつ、もうとりあえずもう踊るだけだったので頑張って踊ったんですけど完全にもうこんな舐めやがってと遅刻しやがってみたいな感じで言ってたんですけど、もうダンス始まったらもうみんな見入ってましたね。すげーって、まずセクシーな感じというか妖艶な感じで踊ってくださいっていうのは伝えていただいて、で私が普段踊ってるのも結構そういうカラーが強いもので、もうそのまま自分を出して踊ったら受かってしまったっていうどういう感じに仕上がるのかっていうのと、その自分の動きがどういう風にその映像として映し出されるのかっていうのが全然想像がつかずに受けましたね。悔しいなって言ってみんなで、悔しいけどあの子だよなみたいな、もうこの人しかいないっていう感じになりましたね。実際そのまあ、ゲームの中で使うからっていうことでちょっと一曲フルでダンス踊ってってお願いして、で実際モーションキャプチャーの時に踊ってもらったんですけど、キャプチャー回りました、よい。なんか結構すごい格好するじゃないですか、あれって。その格好が恥ずかしかったですね、とにかく。あんなにね、出来は美しいのに、撮ってる時は競輪選手みたいな格好してやったので。もうダンスに関してはまあ、ほぼ、こっちは全然もう素人なんで、自由にやってもらいましたね。でももう数時間やりましたよね、本当に。体がボロボロでしたね。終わった後、本当に。もうこれでもかっていうぐらいにダンスだけじゃなくていろんな動作とかもたくさんやったので勉強にもなったんですけど、疲れましたとにかく疲れました。だいぶその踊ってもらって汗だくになってたんですけど、もうダンス単純に見たかったんで、僕らがもう一曲お願いしますみたいな形で、けどもう一回行ってみようかみたいな、マジでと思いながらこうやりましたけどね。もうね、もう跡形もないほど全部こう使ってますね、いろんなところで。いや、なんか本当びっくりして、仕上がりを見た時に本当に踊ってるところなんかもろ私そのもので、その周りの友達なんかももうあれ舞妓だよね完全にって言って、腰のラインだったりとか動きだったりとか、なんかこういう動きがあったんですけど、あれはもう私じゃんみたいな感じで見てて結構衝撃的でしたね。クリアするとベヨネッタの PV、 ダンス PV 流れるんですけど、あれ丸ごと彼女のダンスですし、あ、そんなものを作ってしまうぐらい、もうそんなものをね、予定にないものを、これもう本当アップギリギリで僕ねじ込んだんですけど、こんなものをね作ろうと思わせるくらいパワフルなダンスでしたね。何かこうせこせこう開発の人間捕まえてちょこちょこやってるなって思ってたんですよ。もうキャラとか全部データとかしまってるのに。じゃあそれでしたね、蓋開けてみたら。ちゃんとクリアして私のダンスをぜひ見ていただきたいですね。
頑張ってクリアしてください。